パンパスキアサラサラ S さん、この間町田のモヘジって来たよ。もんじゃにはうるさいけど、うるさいつもりだったけどうまかったわ。だろ、うまいだろ町田のモヘジ。ぜひ皆さん町田行った時はね、モヘジ行ってみてください。美味しいです。はい、非常に。はい、ジロリアンマシさん、200で返します。テレのメンソル200で返します。あらす。ベニティングドチョマラさん、ご友人の加藤さんの美容室が開店したとですが、夢を叶えられるって素晴らしいですね。ドンちゃんが起業するならどんなことをしてみたいですか。200で返します。さっきも言ったけどね、まあ起業しないといけないのならっていう形で言うんであれば、うん、起業をしないといけないと言うんであれば、なんだろうな、パン屋さんとかやりたいですね。うん、パン屋さんしたいですね。起業しないといけないのであれば、パンで世の中の人たちを幸せにしたいですね。だってパンってさ、すごくない？パンってうまいじゃん。パン屋さんたまに行くでしょ皆さん、朝の8時とか9時の。あのパン屋さん、いや隠語じゃない、別になんかの隠語じゃないんだけど、お店の名前はなんだろうな、わかんない、パンデジャネイロみたいなね、形でちょっとなんかこう地域の人たちが踊りたくなりそうなね、そんな名前にしていきたいなって思うんだけど、パンデジャネイロでちょっとやっていきたいなと思うんですけど、甘いパン、しょっぱいパンね、何でも美味しいと思うんで、はい、僕はパンにしたいなと思います。ジョンケンさん、松本先生、毎朝病気で、病気レベルで目が覚めるんですが、何かにかかればいいでしょうか。見上げる感じます。どのくらいのレベルか分かりませんけどね、病気レベルっていうのが。え、マジでどうなんだろうな。目が覚めない。内科とか神経内科とかがいいんじゃないですかね、きっとおそらく。神経内科とかいいんじゃないですか、多分おそらく。ね、広岡さん、令和のトランデスター、オニアの2の人が数年ぶりにさらにオニアになって戻ってきました。オニアチェックし、まあ、俺かなりできるからな、オニアのことは。で、プランが掛け事なんだと思って。あ、すいません、そこ。あ、そういうことね。雰囲気ね。雰囲気ね。はいはいはい。確かにちょっと似てましたね。もう今のでちょっと似てました。はい。ナビちゃんさん。いつもありがとう、マサト君。今日は仕事で立山に行った。アサミってとこでご飯食べた。アサミ知らねえ。わかんねえ。すっごい美味しかった。サンガも食べた。あ、サンガね。はいはい。アジのね、なめろうを焼いたやつですね。松本君とすれ違ってたかもね。そうかもしんないですね。本当にね。松本大好き、わきわき。400円返します。ありがとうございます。今日、立山、僕行ってきたんで、弾丸ツアーで。モニョモニョさん、200円返します。ありがとうございます。パチリスさん、このアカウント、ゴッドだから見て。さっき、これで、モコ君のチンポコ出てきたんだよ。名曲ゲームボット。なるほど。毎日夕方頃更新。いろんな曲を流してくるらしいっす。ああ、いいっすね、これ。名曲ゲームボットいいっすね。あ、まあ、だけど、さまざまなゲームの名曲を投稿します。ああ、いいっすね、これ、うん。フォローしておきます。ありがとうございます。どこだ？よし、かしこさん。フーダもお疲れ様です。僕も今実家に帰ってますが、母ちゃんの至高の手料理で癒されてます。いいよな。うん、母ちゃんの至高の手料理。食べれるときに食べて、な。母ちゃんに恩返しできるように恩返ししてな。あざす。イキシンさん。わしの友達が過激な V アンチです。ホロライブとか企業さんとコラボするたびに、その企業は日本のためにさっさと倒産した方がいいと言ってるんだ。とんちゃんはこういう過激な意見どう思う？どう思うっていうか、よく他人にそこまで、なんか強い言葉を吐けるというか、よく関係ない人たちによく言えるなっていうね。まあ、思想は自由ですよ、正直。うん、思想は自由ですけど、倒産した方がいいは、日本のためにさっさと倒産した方がいいは、多分、誹謗中傷に入りそうなグレーなところなんで、まあ、違反行為をしてるのはこの人なんですよね。うん、そう、思想は自由ですよ、本当に。
思想は発言は自由じゃない、まあそう本当にそうなんですよ、うん、まあルールに乗っ取りながら思想をね、構築するのはいいんですけど、でさらにそれを人に押し付けるとそれはもう宗教って言うんですよね、はい、なのでそう思いました。はい、モニョモニョさん、マスウェイ、あなたにおすすめの動画シリーズが見つかったので、よかったら裏でも見ておいてください。ありがとうございます。見ときます。ありがとうございます。ちなみになんすか、うわー、ゆっくりプレイ、実況プレイ、レアハンター、すごっ。 FF のレアハンター、 FF タクティクスのレアハンター、これ面白いわ。マザーのレアハンター。コーラの瓶ってそんなすごいの？ライブアライブの。ドラクエ3のレアハンター。お、やば、ロマサがないのかな？最強の矛。すご。水中呼吸のマテリア。から始まったんだ。いやこれもちょっといいっすね。YouTube 上がってねえのかな。いいっすね。なかなか、面白そうっす。あざす。マニーマチョさん。Twitter ハメ撮りが好きなら絶対に見れる素人無料エロ動画、騙しなしで検索してみてください。損はさせない。素人無料エロ動画、騙しなし。まあ、一応耳に、はい、心に留めておきます。タケヤミニーさん。布団ちゃんが配信するだけで元気が出るよ。あざす。ありがとうございます。パイパンワイマーさん。今日電車で老夫婦に席譲っちゃった。今なら、ピンポンダッシュくらいしても神様許してくれるよな。いいことしたじゃねえかよ。うん。ピンポンダッシュしてえのかよ、そもそも。意味がわかんねえけど。うん。まあでもよかった。いいことしたな。うん。岩木さん、布団ちゃんこんばんは。俺去年からジッポ使ったんだけど、すぐなくすから4台目で来ちゃった。飲みに行った時、ライターがなくさないいいアイディアない。あんまりなくすから100円ライターでいい気がして。100円ライターでいいんじゃないかなって思うと、俺はそれが嫌だったから、タバコやめました。そしてアイコスにしたら、そのストレスないっすよ。で、タバコ吸ってる人はアイコスめちゃめちゃ嫌いです。なんかうまくねえよ、そもそも。吸った気もしねえしってなるけど、3日吸ってみてください。慣れます。本当に慣れます。猫ネクさん、ゲーム配信してみたいんだけど、思ってるんだけど、人が出ないよ。トンちゃんがゼロから配信しゃべるとしたら、どんなことをする？そうっすね、うん。まずやっぱり、過激なこと、媚びへつらうこと、そうしないと多分なかなか難しいんじゃないですかね。なんでしょうね。うん。うん。なんでしょうか。いや、本当に VTuber が僕いいなと思うんですけどね。本当。うん。今だって、ゼロからスタートして、ね、1になった人たちってみんな VTuber な気がするんだよな。うん。だと思います。原和田さん。肌荒さん、最近ずっと9時から23時まで働いてて疲労困憊だけど、マサオの配信だけは楽しみ。新卒だけどもうちょっと頑張る。ありがとう。おやすみ。9時から23時。23時に働いて。だから違法営業ですよね、これもね。努力義務ですけど、11時間、インターバル置かないといけないんで、だから気をつけてな、ほんとな。気をつけてくださいね。通りすがりのあんこさん、この前品出しのバイトでぎっくり腰にあったよ。明日はバイト復帰するんだけど、ぎっくり腰予防するには何したらいいかな。コルセットしてください。はい。本当にコルセット、品出しのバイトするときにコルセットしてください。はい。3000円くらいで買えるんで、おすすめします。ケンドリック・オーマーさん、今日のライムです。マサオはいつでも出るとこ出るよ。元気してるかおう。ちょっといいじゃねえかよ。マサオはいつでも出るとこ出るよ。元気してるかおう。ああちょっといいですね。パンパスサラサラ S さん、何度もごめん、今日で30になったから祝いのメタンが来たよ。あといつも配信ありがとうね。パンパスサラサラ S さんに掲げるお祝いのメタン、
はい、岩井のメタンでした。ありがとうございました。おしりさん、先日、実家で任天ドックスという DS のカセットを発見し、ふとんちゃんにもやってほしいと思って発令しました。犬が家に多少コメントが荒れてしまうと思いますが、面白いんでぜひやってみてください。今日もよろしくお願いします。任天ドックス。どんなゲームなんだろう、ニンテンドックス。ちばゆ、ショコラ。おえー、あわ。普通にポケモンバトルの。すごいね。これ結構リアルだね。ニンテンドックス。ありがとうございます。心に留めておきます。メイさん、昨日マッチングアプリで出会った子に告白して付き合うことになったよ。ウィズおすすめです。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。感謝します。マジか。お、マッチングアプリ、あ、いいですね。ありがとうございます。すごいですね。おしりさん、先ほど以来です。スイッチに似たようなゲーム、スイッチでも似たようなゲームが出てます。競輪楽しみにしてます。あ、さっきのやつですね。きっとおそらく。ありがとうございます。わきばばさん、ふとんちゃん2ヶ月前だけど、浜松で写真撮ってくれてありがとう。アリケンがやってたスト6で視聴者同士を戦わせ、最後に残ったやつとふとんちゃんが戦う最強決定戦をやってくれ。200円かけます。おー、面白そうっすね。いやー、でもまあ、本当に、なかなか僕も結構いけるんで、僕もそこにちょっと混ざりたいですね。どっちかというと。うん、やりたいですね。アリケンさんなら多分これが成立すると思うんだけどな。そっか、リーグができるんだ、今。あ、今度ちょっとやろう、本当に。そうだ、今リーグが自分で設定できるんだ。底辺さん、布団ちゃんのおかげで、くっそエロいチュンリーの 3D エロ動画見つけたよ。本当にありがとう。あざす。ほいは高橋がにとおさん。飼いなよ、柴犬。居場所ないか。なんか、胸くそ悪い怪文ですね。ありがとうございます。ネミさん、こんな形ですみません。布団ちゃんが見つけてくれたスイカゲームのおかげで人生が変わりました。ありがとうございます。あの日、布団ちゃんの配信見ててよかったです。どうしても感謝を伝えたくて、少しながらのエール、6000エール、感謝します。ありがとうございます。あ、人生変わったんすか。スイカで変わったんすね。あ、配信者の方ですか、もしかしたら。わかんないですけども。ありがとうございます。感謝です。え、本当にこの人なの、ネミさんって人がいるんだ。100万再生すげえ。あ、ダブルスイカの人。え、俺ももう見てるわ。俺ももう見てる。スイカ2個作った動画。見ました見ました。おすすめに出てきて。いやー、もうありがとうございます。感謝します。スイカ頑張ってください。スイカ3つ作ってください。もうそしたら、はい。キククさん、働いてるコンカフェのハロウィンイベで着る衣装がまだ買ってないんだけど、何がいいと思う。ちな、父はない。ハロウィンコスとか人生でする気なかったから、何が受けるのかわからんよ。サキュバスだろう。やっぱりハロウィンは黙ってサキュバスだ。ああ、サキュバスにしてくれ。あの小悪魔ちゃんのね、あのまず角はあれだぞ、角だぞ。そしてお尻は小悪魔のハートの尻尾ね。で、紫だったり黒だったりする服でピチピチだったらなおいいね。羽も忘れんなよ。羽っつってもサキュバスはまあ、コウモリみたいでちっちゃい羽でいい。うん、それが僕はいいかなと思います。はい。PK 男さん、ネムシはダブルスイカを3度成功し、7355点、7227点、7042点を記録しているスイカゲームの王です。神戸を垂れよ。まずはありがとうございます。始めます。ネミさん、本当にお疲れ様です。またちょっと動画見に行きます。ありがとうございます。ハゲモナグンソさん、ふとんちゃんの旅配信大好きで、昔の動画何度も見返してます。またやる機会があったらぜひ福岡に来てほしいです。来月ね、また俺ちょっとパチンコ配信しに行くんで、1店舗そこでちょっと1回、まあ、愛知のどっからしいんですよね。はい、ちょっとその時また少ししようかなって思ってます。はい。前日入りするんで。はい。それではね、また明日、ダッチョブで、ね、打足、トリバード、フトンちゃん、モコ、加藤純一、競輪王決定戦しますんで、どうぞ、ごひいきに。それでは、おやすみなさい。